ます。おはようございます。おはようございます、皆さん。今度生まれ変わるならば、私は人間になりたくありません。人間に生まれたら、兵隊に取られ戦争に行かされ、妻や子供を心配することもない。牛や馬にも生まれたくありません。人間にいじめられますから。どうしても生まれ変わらなければならないのなら、私は貝になりたい。貝ならば海の深い底の岩にへばりついて何の心配もありません。どうしても生まれ変わらなければならないのなら、私は貝になりたい。ございます。おはようございます。てかマジでこれいつまで続くんやろね、これ本当に。こんなことがまかり通ってしまうんやって思いました。こんな判決の前に差し押さえなんて、そんな法律があるなんて。正直裁判になったところで、負ける可能性ももちろんなくはないんですけど、勝てる可能性も一応あるとは思ってる。プラス
仮に負けたところで、その請求額なんて正直そこまで膨れ上がらないとは思うんですけど、それよりもきついのが、ずっと言ってるけど、この配信が収益化できないことなんですよ、この仮差し押さえによって。それが一番きついんです。正直金額的にはそんな跳ね上がるよ。仮に負けたとしてもそんなに跳ね上がるとは思えない、到底。ただね、それよりも配信が収益化できないっていうのが本当につらいです。あっち弁護士プロいるんだぞ。まあそうだけど まあでもそこは別にこっちもね、まあお金かかっちゃいますけど、こっちも弁護士をつければ、そこは別にそこまで大した問題じゃないと思うんですよ。まあその弁護士のね、そのいい弁護士、悪い弁護士、今、うまい弁護士、悪い弁護士ってのはいるとは思うけど。だって弁護士いるだけで無敵モードになれるんだったら、そんな俺なんて、それこそ侮辱名誉毀損なんて今までどんだけされてるんだって話じゃないですか。どれだけの侮辱名誉毀損を繰り返されたか。弁護士つけたことによってそれが無敵モードで、無双モードに突入できるんだったら弁護士つけてみんな訴えとるわ。なんでそれをしないかって、費用倒れになるからだよ。それでね、黒字化するんだったら俺だって弁護士つけてアンチ全員訴えとるわ。弁護士なんて論破王にはいらない。いやー、いるでしょ。だって法的知識がなかったら結局ダメじゃないですか。討論で勝てても結局法に基づいて、裁判ってものは法に基づいてその裁きが決定されるので、あくまで法というルールブックにのっとらなきゃいけないわけで、法にのっとらないような感じで論破したところで結局意味がないんですよ。でもちろんその法律っていうのは細かな決まりがあるので、それをちゃんと熟知していないと、まあ普通に考えて相当不利な戦いになりますよね。まあ要するに格闘技とかで例えたら、ボクシングルールで戦ってるのにね、蹴りとかなね蹴りとか総合格闘技みたいにこうなんか締め技とか使ったら、それルール違反でね、ダメになるでしょ。ボクシングの試合に出てるのにね、蹴りとか使ったりとかいろいろしたらさ、そしたらもうその
実際それでね、相手よりも蹴りとか使うことによって相手をひるませて、こっちの方が圧倒してるっていうふうに見せられたとしてもね、蹴りとかいろんな絞め技で相手を失神させて、どう考えてもこっちの方が強いなっていうふうな試合結果になったとしても、でもそれはボクシングルールではそれはご法度なので、ルール違反なので、それは反則負けで、やられた方が勝つわけじゃないですか。そういうことですよ。あくまでルールにのっとって戦わなきゃいけないので。いやー、詰んだマジで。ボクシングじゃない。いや、だから例え話でしょ。例え話やろ、そんなの。示談金に応じて示談しろ。いやー、そんなんはしないよ。だって示談金なんて相手がもう吹っかけてきてる金額なんで、示談金なんて基本的にはね、譲歩された金額というよりも相手が吹っかけてくるような金額に使われることが多いんですよ、示談金ってのは。示談金は相手が吹っかけるような金額で請求されることが非常に多いので、実際裁判したらそんななんないよねっていう金額を吹っかけてくる人が多いと思うんですよ。まあそれにね、それに あくまで相手の主張のみだからね、それって。こっちだって、まあやられたこととかあるんで、そこに対して反撃するものもなくはないので、こっちに。それを考慮されてない、あくまで相手の一方的なこの金額で許してやるよっていう、あくまで一方的なね、吹っかけてきてる金額なんで。もちろん中には示談金ってのはね、相手のことも思い譲歩したような金額を提示してくる人も世の中にはいるとは思うんですが、基本的には吹っかけてきてる金額を提示してる人が多いと思います。示談金はなんぼなんでしょうか。それは言わないっすよ。まあ相手がね、相手が配信で言ってたと思うんだけど。まあでも普通に考えて、その金額には実際裁判したらまあならないっす。ありえない。あんな金額は絶対ありえない。この状況下で実際ちゃんと裁判したら、あの金額には絶対ならないと思う。あれはだいぶ吹っかけてきてるよ。まあ、ただね、何回も言ってますが、一番きついのが、この仮差し押さえ中に配信が収益化できないことが辛いんですよ。何が一番辛いかって、まあ、正直実際裁判になっても大した金額にはならないと思う。仮に負けてもね。いや、もしかしたらこっちがむしろ勝てる可能性すら残ってるし、それは正直どうなるか分かんないですけど、6万入ってこないのがそういうの。いや、6万もそうだけど、6万だけじゃなく収益化ができないんですよ、現状。その理由は昨日言いましたけど。
例えばこの枠だってアイテムを切ってるわけですよ。で、この枠だってアイテムをオンにしてれば、アイテム、お金、投げ銭来るかも、来るかもしれないのに、こんなのずっと配信してても1円にもなんないじゃん。請求額700万って本当、いや、そんな知らねえよ。そんな訴状届いてないんだから、まだ今の段階でいくら請求されてるかこっち分かんないんですよ。まあ、相手がいくら請求してくるかは知らない。まあでも当たり前だけど、相手の請求額がそのまま通るわけもないし、普通そういう請求額って、実際に取れるであろう金額よりも吹っかけてくるから、間違いなく、間違いなく大きく吹っかけてくるんで、まあ、裁判ってそういうもんじゃん。最低で700万、いや、ありえない こんなんで700万ってありえないね、絶対ない。それはもう言い切れる。もし700万とかね、仮に700万とか裁判して、俺が賠償金、ね、精神的苦痛だの、なんだろう、名誉毀損とかなんだか知らないけど、そんなで700万支払えなんていう、そういうことになったら俺死んでもいいよ。まあ、そしたらもう本当、あれ、ご飯の上にうんこして食ってやるよ、マジで。そんな、もし700万とか仮に本当になったらね。裁判して、じゃあ700万の賠償命令を、下されたら、ご飯の上にうんこして食って、それでね、その後もうあれですよ、海に飛び込んで死んでやるよ、本当にマジで。そんな700万なんて、本当に請求額がなったら、裁判の結果、ありえない。100%ない、それは。100%ありません。それよりもね、とにかくきついのが、何回も言ってますが、配信収益化できないことが一番辛いです。仮差し押さえのこの状況。あ、おはようございます。もちろんね、裁判結果によって、高額がね、仮に高額な金額が請求された時ももちろんめちゃくちゃきついけど、でもそれはおそらくないと思うので、それはおそらくないと思う。まあ、てか普通に考えて100万とかも絶対いかないと思うし、仮に負けてもね、なんだったら逆に相手からお金取れる可能性すらあると思ってるし、俺の一応予想だけど、もしかしたら逆に相手からお金を取れる可能性がある。それか、まあ裁判は、まあ結局トントンぐらいで、結局お互い弁護士費用とか裁判費用をお互い払っておしまい、まあ、つまりは何の得もなしに終わるか、トントンぐらい、トントンっていうか、そのどっちもこう、裁判で勝ち取った金額はもうプラマイゼロみたいな、ただ弁護士費用とかそういうものがお互いマイナスになるか、まあ、仮に負けても、まあ100万は絶対いかないと思う。負けて仮に何かいくらか払えってなっても、まあ俺の予想は10万から50万ぐらい、仮に負けたところで、多分俺の予想ね。
逆にお金を請求できる可能性もあると思ってる。これはあくまで僕の予想なんで。これはあくまで僕の予想なんで分かりません。実際はどうなるか分かんないけど。まあでも実際ね、仮にトントンだとしても、トントンラインのとこまで持ってきても、結局弁護士費用とかそういうね、裁判費用がかかってる分マイナスだから、めちゃめちゃマイナスだから、弁護士代とかだって相当いくでしょ、こんなの。一番怖いのはだから弁護士費用と、あと会社が収益化できないことかな。そこが本当に痛い。いや、ほんとヤクルト戦見つけないとかもな。ヤクルト戦を飲むと熟睡できるらしいからね。精神科行って病気の診断書もらえる。いや、実際なんか精神的に参ってるっていう多分診断はされるんじゃないの。実際だってさ、全くなんか寝れないしさ、本当になんかね、ちょっと寝たとしてもすぐ起きちゃうのよ、本当に。熟睡できないの。なんか寝てもすぐ起きちゃう。精神的に参ってるよ。あとまあもう俺も納得できない部分もいっぱいあるしね。相手だっていろいろやってきた時あったのにさ、なんかなんで俺だけって思うと、もう精神的苦痛、なんか自分相手の主張だけ通ってる感じが今んとこあるっていうか、まあ主張っていうか、なんていうの、自分だけこう要するにペナルティーを食らってるわけじゃん。相手は何もなってない状態じゃん。その状態がまず納得できないし、もうそこに対する精神的苦痛は半端ない。まああんまりその詳しくは言えないけどね、
不利になったらあれだから。でもまあ、俺が誰から訴えられたとか言ってはいないから、今回の事件はね。ただなんでみんなが知ってるかって話だよ。それはね、訴えた本人が言ってるからなんですよね、配信で。俺は別に誰から訴えられたとか一言も言ってないからね、今回。じゃあなぜ皆さんがそれを知ってるか、相手が言ってるからなんですよね。おはようございます。ヒカルさんに相談してみる。いや、無理でしょ。どうする？ヒカルに相談したらさ、ワンチャン助けてくれるかな。だってヒカルなんだかんだ、なんだっけ、いくらだっけ、4360万だか、いくらだか、のなんか誤送金のやつ助けてたからね。しかもあれ自分からなんかヒカルにって言ったらしいわ、なんか。4630万の人から、の方から、ヒカルに助けてくださいって言って、それがヒカルがアクションしたんだけど。助けてくれるかな、ヒカル。いや、でも正直ヒカルが助けたのは4630万円の誤送金をし、ね、国からやられ、ね、受け取り、それを誤送金と分かっていながらオンラインカジノに全額使ってっていうんで、とんでもないニュースになってるから、だから話題性があるってね、突っ込んでたけど、まあ、はっきり言って僕の場合はそこまでの話題性っていうのはないと思うので、世間から見たら。だから正直無視されるだろうね。次枠いきますか。次枠。次枠いきますか。